養と緑豊かな暮らしをテーマに、第31回全国植樹祭が5月25日鈴鹿山麓の三重県民の森で天皇皇后両陛下をお迎えして行われました。緑化功労者の表彰に続いて天皇陛下のお言葉。関係者一同は緑の自然を保護するとともに、積極的に植樹を推進し、住みよい国土の建設に寄与するよう切に希望しています。お手植え場に臨まれ、宇崎小物町長をはじめ4人の会添えで植樹される天皇皇后両陛下。このあと参列者全員がさつきの苗など1万本を植樹、緑を守り育てることを誓い合いました。